なたの夢に邪魔します。 It's me Ariana。 彼岸。皆さん、ごきげんよう。ブリアナです。みんな元気にしてた？何もかも最近うまくいかないような気がするって？そうね、立て続けにそういう事件のようなものが起こってしまう時期ってあるよね。でもさ、そういう時って結構さ、何かに期待しすぎてたりだとか、良い結果を急ぎすぎてたりだとか、そんな風に焦っている時が多いような気がしている。私はよ。まあね、そういうことってさ、バランス取るの結構難しいから、気長に行きたいところではあるよね。え？どうだろうか。本日はここにさ、これ、この謎のなんか触手みたいな子さ、新しく迎えたんですけれども、結構さ、ブリちゃんのお家にある植物全部見してよってお声をね、以前からいただいていたんですけれども、めんどくさくて、結構重たいじゃない、植木鉢とか。私ね、もうちょっとしたら、もしかしたらね、お引越しぶちかますかもしれないので、そしたらさ、もっと植物増えちゃう可能性があるわけだもんで、そうなってくるとさ、もっとご紹介するのめんどくさくなっちゃって、一生動画にならない可能性がございますので、ここいらで一発、現在私のお家に住まう植物ども、植物たちをご紹介できればなと思ってございます。結構ね、もう死にかけの子とかいらっしゃると思うんですけれども、紹介していく。もう結構ね、私植物に関して結構知識が浅いんですね。一応ワンちゃん猫ちゃんが口にしたらやべえっていう植物たちは高い位置に配置したりだとかして、葉っぱとか茎とかかじられないように柵を使ったりとかしてるんですけれども、名前を知らない子が多かったりとか、育て方を知らない子が結構多いですね。おいでさ、なんかこう最近さ、写真を撮ったら、この植物は何々ですって、ちょっと状態が良くないですよとか、そういう情報までね、教えてくださるアプリ、年間のこうサブスクの料金、お高めではあるんですけれども、購入したので、そちらを使いながら本日は、私のお家の植物たちをご紹介してまいりたいと思います。まずは一番近くにあるこの子から、すっごい曲がってない？すんごい左曲がりだね。どうした？すんごい横に向かって伸びてるね。長い、ちょっと入りきらない画角に、ごめんなさい。この子のお名前は何なのかしら？どうやって撮影したらいいの？こうかしら？え？あん、シマクワズイモ。シワクワズイモ？本当に？クワズイモ属の一種？健康に見えるそうでございます。シワクワズイモだそうでございます。その名前なんだ、あなた。ねえ。
この子は普段ね、カメラに映るような場所にはいらっしゃらないんですけれども、すごい長いわけ、舌がね。あなたのお名前は何ですか？おお、ハブカズラ。え、違くない？違うと思う。間違ってるよ、このアプリ。え、合ってる？本当に？あら、ハブカズラってなる。合ってるの？あなたハブカズラって言うの？本当に合ってるのかしら。ちょっと日本で出てきたさ、写真とこの子のさ、なんか様子がだいぶ違ったので、本当に合ってるのかどうかちょっとわかんないんだけど、わかる方いらっしゃったらちょっとコメントに書いてくださらない？あの、状態がいいのか悪いのかもちょっとわかんない、わかんないんだけど、こんな感じでさ、最近ツヤツヤのなんかこう新しい葉っぱとかが芽生えてきて、まあ生きてはいるのかしらって思いながら一緒に過ごしてございます。重い。植木鉢がさ、信じられないぐらい重いわけ。あ、これはさ、モンステラちゃんでしょ？さすがに。ずっと生きてる。あの、特に何にも考えてないけど、ずっと生きてる。うん、ただお水あげてるだけだけど、すんごい生きてるわけ。どんどんなんか、新しい葉っぱ、出してくる。ちょっと怖いくらいね、元気よ。うう、もう疲れちゃった。あとう、この方は私、あの、植物としてはおそらく一番お付き合い長いんじゃないのかしら。おそらく YouTube 始めてすぐくらいにお迎えしたので3年くらい経ってんじゃないの？ 3 年経ってないかな。あの、私のね、お家の環境がこの子にはね、あまり適してないみたいで、何度か死にかけてる。うん、現在も結構ギリギリで生きてるんじゃないかなって思ってございます。どうなんだろう、わかんない。あなたおそらくビカクシダでしょ？ね。え？なんか難しいね。ビカクシダ属。プラティケリウムスペルブム？え？この植物は病気のようです。え？植物の葉が腐っている？え？どこ？え？本当に？腐ってるの？光でそうやって見えるだけじゃなくて違うの？ちょっとちゃんと置いて撮影するね。あ、さっきと名前が変わった。ビカクシダ。あ、健康だって。びっくりしちゃった。ドキドキしちゃった。もうちょっとね、死にかけてる子とかおそらくいるんだと思うんだけど、最近ね、この子に関しては私的にニュースがございまして、この裏にね、また新しく子株というものがね、子株であってんのかしら、なんかね、現れたの。かろうじって生きてくださってるのかしらね。このなんていうの、胞子葉だったかな。このさ、ふさふさした葉っぱがさ、何度も何度もさ、枯れて抜け落ちて新しく生えてって繰り返して、なんとかかんとか生きてくださってるんですけれども、私とどれくらいお付き合いしてくださるのかしら。ちょっとまだまだ頑張っていただきたいところではございます。私、この子をお迎えした時にベビードールと名付けて、現在まで仲良く暮らしております。あの、ベイビードールはね、私、あの、人生でね、一番最初に暮らしたアボカドの種の名前。うん。その種にも名前つけそう、私。うん。あ、かわいらしい。この子は、植物の名前はわからない。こっちがね、マナミで、こっちがスグル。植物の名前は何なのかしら。マナミとスグルはね、ママギガンテ2の連れ子の名前。あなたたちのお名前は？とっくりらん。とっくりらん。
ずいぶん可愛らしい名前なんだね。猫のふぐりみたいだなって思ってたの。お名前知れてよかった。すぐるとまなみ。この子はね、運ぶのちょっとごめん。ちょっと、大変すぎる。うん。この方確かさ、継ぎ木っていうの、あ、ガジュマル。そうそうそう。このさ、上の部分はガジュマルだったはず。このさ、この直立不動のさ、これまっすぐちゃん？この幹は一体何の植物なんだろうね。わかる方いらっしゃる？死んでいる？この子は私にお水あげたから死んじゃったのかな？死んでるのかな？生きてんのかな？かろうじて。どうなんだろう？お水あげたらこうなっちゃったの。この子のお名前は？激輪流。激輪流？本当に？激輪流。あ、もっとお世話が必要です。生きてるのかしら？ちょっとさ、夏まで？ちょくちょくお水あげて息を吹き返してくださるのか、このまま死に至ってしまうのか、ちょっともうちょっと様子見、アドバイス求む。続いてちっちゃめの子たち、このさ、この同じじゃない、さっきのことね、ビカクシダでしょ、この子も。あ、ビカクシダ、合ってるね。あ、この植物は病気のようです。あ、本当に、え、ちょ、もう一回考え直してくださらない？え？あ、病気？え？どうしよう？え？な、どうしたらいいわけ？ちょ、とりあえず次。この子なんかここに書いてある。デンドロ、エンジェルベイビー。そんな名前なの？本当に。この子生きてんのかな？カサカサに見えんだけど。石黒？調整卵？あら？あら？あなたの植物は干からびていて、と、休眠中、または枯れているように見えます。死んでるかもしれないね。え？私、毎日霧復帰してたんだけど、死んでる？生きてない？ギリギリ生きてんじゃないの？どうなの？え、死んでるの？私、ご遺体に霧復帰してたってこと？まあでも、ちょっと緑の子たちもいるから、水はあげ続けるしかないかな。おいで。あ、この子が、あなたのお名前は里芋カズラ、別名赤インベ。うんうん。あ、この子は健康なの？あなたも結構あのワンちゃん猫ちゃんに危険な植物だよね。確かね。まあ、かろうじってあのドミノちゃんもギズムちゃんも植物に興味がないので助かってはいるんですけれども、念のため手の届かない位置に配置してございます。この子もさ、結構ね、死んでんじゃないのかなって私心配してるんですね。結構枯れてるように見えるんだよね。あ、これ死んでるね。え？部分的に死んでるだけかな。生きてる葉っぱもあるのかしら。ドラゴンフル、え？ドラゴンフルーツだったの？あなた。ヒモサボテン属、別名ピタヤ。この植物にはもっとお世話が必要です。あ、日光にたくさん当てる必要があるのね。なるほど。ちょっとね、私のうち日当たりがいいとは言えない。かろうじて生きてくださってるのかしらね。枯れてるとは診断されてないね。ちょっと置く場所を見直してみる？あなたね、あ、なんか新しい葉っぱ生えてきてるね。生きようとしてるのかしら。ちょっとまだ一緒にいたいから、もうちょっと頑張っていただきたい。もうちょっと日光の場所ちょっと意識して置いときゃいいのかな。どうだろうか。我が家では一番の新入りちゃんでございます。名前はね、相変わらずちょっとわかんないんですけれども、どうやって写真撮ろうか。これなんかさ、あの伊藤潤二さんの渦巻きっていう漫画でさ、こういう頭の JK 出てくるよね。
チランジア・カプト・メドゥーサエ、すごい名前長いね。チランジア・カプト・メドゥーサエ、花アナナス族の一種。花アナナス族。呼びづら。この植物は病気のようです。すぐ病気にされちゃう。どうしよう。あなたも病気なの？どうしたらいいの私。お水が少ない？水分不足に陥っている可能性があります。だって後でちょっとお水につけとこうか。あなたね、こちらの木、私とシキピはね、マナの木って呼んでるんですけれども、結構さ、私のうち植物だらけだね。ねえ、びっくりしちゃう。ハッピーイエロー。あなたハッピーイエローっていう名前なの？おしゃれな名前だね。ハッピーイエローだって。まあまあ、マナの木でいいかな。私たちの間ではもうマナの木として定着しているので、マナの木です。あとさ、ここにさ、もう一個ビカクシダいる。この子でおしまいかな。おそらくこの子でおしまいかな。あとかないかな。多分ないと思うんだけど。この子は、この子はね、私購入するときお名前聞いたと思うけど忘れた。うん。検索するね。フィジーシノブっていう名前なの？あ、そういうこと？この部分がさ、ウサギの足みたいに見えるようで。英語だと、ラビッツフットファン、ウサギの足のシダと呼ばれてるようでございます。以上。本当にね、これ以上増える前に、ご紹介できてよかった。これ以上増えたら絶対にご紹介してないと思う、私。今回ね、3回くらいくじけた。くじけて、また撮影して、繰り返しました。死にかけてる子たち、もしかしたら死んじゃってるかもしれない子たち、どうにか対処していきたいね。まあ、結構ね、私お迎えして結構すぐに枯れちっちゃった子たちとかは、もう私と相性悪かったんだろうなと思って、あまり引きずらないようにしてるんですけれども、まだかろうじて生きてる子たちは一緒に生きていきたいな。もう。なんだ、ちょっとマンドラゴラみたいだね。可愛らしいよ。そいちゃ。本日の動画はここまで。私ブリアの気になったゲームの実況だったり、食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画まで、みんな、いい子にして。待っててね。バイ。破れかぶれにあたっては、スタコラサッサ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか。甘味食べ食べ真夜中の夢に舞いで大回転。あなたがいるから元気です。そこのけそこのけ、ブリアナが通る。デリケート私もそうよ、窮屈な画面などはみ出してしまいましょう。唇からぶっ放してさ。